白文寺は朝鮮の景気道形城府に存在した総統州の仏教寺院。1932年10月26日に進む中団公園に混流された。寺院名の由来は伊藤博文で伊藤の母代を弔うべくされた。三号の春梅も伊藤の号である。提唱者は朝鮮総督府の小玉秀夫政務総監で小玉は東欧官府時代に 伊藤初代当官の秘書官を務めたことがあった。小玉は政務総監に就任すると伊藤博文追悼を記念する寺院を作る募金運動を起こして混流を実現した。伊藤博文は生前に永平寺64世森田豪遊禅寺に帰していたので宗派は相当宗とされた。住職も永平寺から招かれることになり、初代住職は鈴木天山。 時代は、上野春平であった。白文寺は、官兵大社朝鮮神宮の設計にも関与した伊藤忠太による設計で、鉄筋コンクリート、二階建て鎌倉時代の禅宗様を模した近代と中世とを接中した建築物であった。正門は、景気宮の教科門が移築された。伊藤の勲功を追悼する巨大な石碑も設けられており、 日本の総統州の朝鮮支部的な寺院というよりは、伊藤博文の功績を検証する施設という性格が強かった。伊藤博文を射殺した、安十根の息子の安俊昭が1939年10月15日に、この寺を訪問し、伊藤に対して昇降したことが伝えられている。また俊昭は、安十根の追善供養も行ったため、同時が、キリスト教徒の安の母大寺にもなっていた。 なお、ンの娘安健成も1941年3月に夫と共に白文寺を参拝している。独立後、慶城府が管理する公有地内に立っていた白文寺は各宗教団体が引き継いだ他の神社とは違う処理がなされて隣にあった恵み家専門学校の学生寮として使われることになったが、米軍に摂取されて学生は他の宿舎に移った。翌年、 進む中団公園に安住根蔵を建てる運動があり、白文寺の公園に含めるように要求したが、実現しなかった。めぐみか専門学校は東国大学校となり、白文寺は再び同大学の学生寮の敷地となった。米軍は敷地の土地所有権を日本人員処理問題委員会に一任したが、1960年代に、 僕世紀政権の迎賓館が建てられるまで、貴族がはっきりしなかった。迎賓館はその後に建て替えられ、現在は白木ホテルがある。このために、韓国内での白文字の知名度は低い。教科門と栗は現存し、移築された教科門は、ソウル特別私有形文化財第19項。ありがとうございます。